もう今積極的にちょっと、うん、はい、申し込んで、うん、こういうのが、まあ、経営者の方とか、うんうん、お医者さんとかですね、うんうん、はい、なんでそういう人ばっか申し込みするの、助けてもらえたらなって思ったんで何かあった時に助けてもらえるためにな、それなんかちょっとおかしいな今の、その人自身を見な、相手も分かるで、はい、言葉の端々に出るからそういうの。恋愛ドクター秋山です。今回は自分に合った結婚相手、自分はどんな人と会うのか、結婚も未知の世界だし、いろいろ考えたりする気持ち本当にわかります。婚活においてもなんでうまくいかないのかなって思ってしまうこともあると思います。今婚活中の男性やこれから婚活を始めたいと思っている男性に参考になるかと思うんで、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また最後にとっても大切なこともお伝えするんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは VTR スタート。お疲れさん、今日も来てくれてありがとう。はい、この間もお見合い組めとったな。そうですね、今積極的にちょっと、うん、はい、申し込んで、うん、で OK いただけるようになって、ええ感じやん。大体どんな感じの人？そうですね、多いのが、まあ、経営者の方とか、うんうんうん、お医者さんとかですね、うん、はい、行くな申し込むのはただかなと思って、うん、まあ、いいけど。え、ちょっと待って、自分ってもう長いこと出てるもん、会社。社長やな、いわゆる。そうですね、うん、一番の会社の、まあ、社長という立場でさせてもらってるんで、うん、はい、もうでも立派やん。ああ、ありがとうございます、うん、はい、自分でも思ってんじゃん。そうですね、まあ、仕事に関してはやっぱり自信はありますんで、うん、しっかりやってきたっていう、はい、うん。で、自分が大体申し込みしてるのは大卒 で医者とか、そうですね、会社経営者とか、きれくてで、30代半ばぐらい、大体、はい、それぐらいが合うと思う。自分は大体どれぐらいの釣り合いっていうか、はい、どれぐらいだと思ってるの、これが、はい、客観的に見るの大切だよね、分かる、はいはい、そうですね、一応まあ、うち会社系っていうのをしてて、うん、でまあ、授業もいて、うん、まあ、年収もそこそこありますんで、うんうん、もうそこそこあるもんな、はい、うん、だからまあ、一般の同世代よりはちょっと上なのかなとは。自分と同じように経営されてるとか、うん、その人の上に立つような方とかやったらいいのかな、うん、いいよ、考えな、はい、そういう場合もあるね、はい、なんでそういう人ばっか申し込みするの、そういう方の方がいいのかなと思って、うん、自分が高スペックやから、高スペックっていうあれではないんですけど、経営者って言っても、うん、まあ、いつ何時どうなるかわからないんで、うん、助けてもらえたらなっていうのもあったんでそういった方やったらそこやんか、だからそんな考え方って高いの？そうですね、うん、今のやつは何かあった時に助けてもらうためにな、はい、経営者の女性とか、な、お医者さんとかって、でそんな人と相手結婚したいと思う？自分が考えた時のために助けてもらいたいからって全面的に出てるわけや。ちょっとそれはまあ嫌かな。せやろ、その辺ちょっともう一回ちょっと考えてみ、それなんかちょっとおかしいな今の。まあ、表立って言ったらおかしいな。いや、表立ってじゃなくて、そういう考え方自体。そうですね、でもまあちょっとやっぱりいろいろこうありまして、うん、不安なところもやっぱりある。いや、それはわかるよ、うん、でもその不安を押し付けたらかんや、相手に。確かに、うん、その辺よう考えてみ、逆やったらどうするの、女性が経営しててな、例えば借金とかなったらあれやから経営者の人がいいって言われたらどうするの、要はそこの目的やねん、その人自身を見な、相手もわかるで、はい、言葉の端々に出るからそういう、わかるよ、そんな思ってんねんから、思ってることが言葉に出んねんから、言わないようじゃなくて、思ってることが出るからって、その考え方をちょっとずつ変えていかなきゃ、今のな、自分が結局な、はい、うまくいかんかったらっていう、それを補ってもらうために経営者とかな、お医者さんとか経済的にな、しっかりしてる人をもっとな、理想の未来描こうや、不安な未来描いてる人は不安な言葉言ってしまうから、描くのは自分次第やから、はい、もっとワクワクな未来描いてな、結婚もできひんのちゃうかなって思ってるから、やっぱそういう言葉が出てしまうね、ちょっと、まあ、うん、不安なところがちょっと現れたのかなと思いますね、うんうん、ちょっと一回も自分の中でその理想の未来を書き換えてみ、はい、自分が支えてあげるとか、自分がもう大切にするとか、それぐらいできる男やんか、はい、うん、できます。考え方ちょっと変わった？そうですね、うん、未来像をもう一回ちゃんと頭の中に描いてですね、うんうん、しっかりと考え直して、もうすぐやね、100日なんかあってるぐらいね、ほんまにやっていこう、やってきます、応援してるんで、はい、頑張ります、うん、はい、婚活を始めると、まあ、知らず知らずのうちに相手に求める条件、まあ、理想が高くなったり、まあ、自分都合になっていることって意外と多くあります。例えば経済力にまあ自信がないから
お金をたくさん持ってる人と一緒になりたいとか、で見た目に自信がないから、まあ、ずば抜けて見た目がいい人と一緒になりたい、そうやって思う気持ちも分かりますが、逆に相手の立場に立ったらどのように受け取るか。やはり結婚って苦しいこともやっぱ多々あるし、乗り越えることもやっぱ多々あるので、本当にお互いが尊重し合うことって大切だからね。もちろんね、婚活中は一つの結婚っていうのはゴールだと思うんだけど、結婚ってあくまでスタートなので、そこから二人の支え合いが始まります。あなたのね、幸せな進展を応援します。感想のコメントもいただいてます。35歳以上の女性なら結婚できます。常識のある女性なら5年ぐらい惨敗が続けばいろいろ気づくので狙い目です。34歳以下の女性はまだ勘違いしているので絶対無理です。いろんな形でコメントもいただきありがとうございます。両片思いって知ってる？両思いなのにそれに気づいてなくて片思いだと思い込んでること、これもったいないよね。両片思いの時の相手の分かりやすい行動のね、一つ言っとくね。 LINE のやり取りですぐ毎回既読がつく。あなたからの LINE を待ってる証拠だからね。あなたの幸せな進展応援してます。気づけて。お大事に。